ニコプチ買ってきたよ。台風の影響で紹介するのが遅くなりました。ごめんなさい。ごめんなさい。気を取り直してニコプチを読んでいこう。表紙はメアリちゃんと、メアリちゃんとサーヤちゃん、サーヤちゃんが飾っています。かわいい。なんか背景がピンクでかわいいよね。うん。二人ともピンクの洋服着てるけん、おそろコーデみたいに。ね。好きなブランドとかある？好きなブランドはある？ユナはなんか全部買うからわかんないんだけど、最近はアルジーの洋服とか着てる。うん、このワンピースもアルジーで。アルジーに見えない。大人っぽいよね。うん、大人やし、でもキュートのやつもあったり、うん、誰でも着れるからね。アリサもユナちゃんと一緒でアルジーです、うん、アルジーはシンプルなコーデもあったり、うん、あと可愛いコーデとか、うん、ポップなコーデとかクールなコーデとかがあって好きです。私はラブトキシックが好きです。今日の服もラブトキシックで、なんかオルちゃん系とかも、ね、そうそうあるよね。流行りブランドは結構流行りを入れてくれるけどね。全部好きだね。うん、全部好き。それでは付録を紹介していきます。いきます。ティアラチャンネル。じゃじゃん、こちらです。付録は、うん、ジディの5本10色カラーペンセットです。おお、すごい。箱がかわいい。コンパクトね。コンパクトになる、うん、キラーン。わー、かわいい。全部使う色めっちゃカラフル。使う色やね、うん、かわいい。なんかさ、よく使う色と、うん、種類がね、分けられてる、うん。あと、このキャップの星がかわいい。ほんとだ、星だ。色の種類紹介していきます。はい、はい、まずこれからミッキーマスの色。赤×黒。ミッキーマスだな。次、青×オレンジ、うん、次、緑×パープル次、水色かけるピンク次、蛍光イエローかける蛍光ピンク。うん、蛍光なのね。ね、開けてみようか。細いのと、うん、こうね、あ、そういうことだね。斜めに変えたら太くできて、先ずれ変えたら細くなるんだ。かわいい。一石二鳥。じゃあ、ミッキーマス加工。オッケー。ねえ、ミッキーマス加工。これでミッキーマスっぽいやつね。なんかミッキーマス、ミッキーマス。ミッキーマス。じゃあ、こうしよう。ミッキーマスを一番上にかけたい。いいよ。ミッキーマスって何か。つむつむ系でもいいと。うん、いいよ。まずは想像して加工いいのも分からんけど。はい、そうやね。イメージ。じゃあ、できたよ。できた。せーの。ダダン。これが、ゆなちゃん。これが、アリサちゃん、これが私ですね。ねねです。こっちがなんかつむつむ系。うん、つむつむ系にしてみた。つむつむ系。じゃあ、あのカメラの後ろにりなちゃんがいるんですけど、ちょっとりなちゃんに判定してもらう。一番可愛かったのをちょっと判定してもらいます。もうやだ、はい、なんかつむつむ系と、ね、普通のミッキー系になったの。なんか何が一番、ゆななんか顔が細長くなる。可愛い系リアル系。つむつむみたいな。そう、つむつむよりもちょっとちっちゃくて可愛いみたいな。負けたんだけど、ゆなちゃんのがめっちゃリアル的な。うん、リアルでした。なんかね、こんな描けるんだって思った。これがねねちゃん。うん、ねねちゃん優勝者。優勝。じゃあコメント欄で誰が好きだったか教えてね。アリサちゃん、アリサちゃん、鼻これ、うん、赤いやつって口かわからん。で、これがいいなのね。細長いね、ドラえもんみたいになってる、はい、ドラえもん丸いでしょ。はい、ニコプチ10月号でした。みんなもこれを使ってお絵かきしてみてね。次回もお楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。